かな、カレンちゃん。新しい衣装、問題ないかな。はい、とっても可愛いです。爽やかな色合いがはるかさんにぴったりで。ありがとう。でもカレンちゃんこそバッチリだよ。美人さんって感じだね。いえ、私のがそんな全然。あ、プロデューサーさん。あのでも実は私、リハーサルがちゃんとできなかったのが不安で。本番でちゃんとはるかさんに合わせられるといいんですけど。カレンちゃん、私は全然心配してないよ。どうしてですか？今日のライブに向けていろんな準備をしてきたよね。その間私たちはずっと一緒にいて。それでわかったの。私、カレンちゃんとは息がぴったり合うっていうか、すごく自然でいられるなーって。はるかさん。あー、でも私っておっちょこちょいだから、カレンちゃんに迷惑かけちゃうかもしれないけど、一生懸命頑張るね。だから今日のステージ、最後までよろしくお願いします。そんな、私の方こそ、よろしくお願いします。やっぱり緊張しちゃうね。はるかさんも緊張するんですか？もちろんだよ。ステージの前はいつも緊張するよ。ちゃんとやらなくちゃって。そうなんですか。はるかさんも同じなんですね。あ、でも今日は平気な方かな。カレンちゃんと一緒だから。はるかさん。はい、私もです。今日ははるかさんと一緒だから、いつもより笑顔で歌えそうです。よかった。それじゃ行こう、カレンちゃん。二人でみんなに笑顔を届けに。はい、はるかさん。皆さん聞いてください。最初の曲は